皆さんご機嫌いかがでしょうか。前回ブリフ内観を攻略し、九州上陸を果たしました。タルコです。霊夢です。よろしくお願いします。府内観の国づくり、順調に進んでいますかな、タルちゃん。うむ、ぼちぼちや。前回は正義力の高い村井殿と大久保殿も仲間にしたしな。そうでしたな。なんといってもマルチカや。元チカ。外人みたいになってるじゃねえか。お、今度の研究は地引き網ですか。これも気になるぞよ。鉄盾、鉄砲隊への弓攻撃被害半減ですな。決めた。今回は地引き網や。あんた鉄盾選んでるよ。は？は？ちょっと、あんた私の選択に疑問すでござるか？はい。あんた何絡んできてんの？集中しないと操作ミスでゲームオーバーになっちゃうでしょ？どんなゲームだよ。ガッサンとラジョ選ぶのに間違えてクロセジョ選んだらどうすんのよ。別にいいんじゃない？っていうかあんた一条谷城選んでたじゃない。今後ともよろしくお願いしますよ。早速ですが私の目の前の忌々しい女を暗殺してもらえますか？は？ハチスカ殿、よろしくお願いしますぞ。ああ。は？これはこれは三好殿、どうかお力をお貸しください。ちょっとちょっとちょっとー。は？あんた何私をのけ者にしてゲーム進行してんのよ。タルちゃんが勝手にひねくれ出したんでしょ。もうひねくれないから仲間に入れなさいよ。わかったからやるわよ。うむ。まずは約束、または神を授けなくてはな。そうですな、良きお考えです。桃木殿は戦に用いることも多いだろう。ふむ。よって指揮兵力が上昇する約束を授けるぞよ。さすがでござりまする。ま、何回か説明してはおるがな。復讐が大切なのや。復讐。あれ、何故三好殿の正義力が上昇しないのや。与える家宝は正義プラス10ですよ、孔明先生。ふむ。これはですな、三好殿がすでに正義プラス10の家宝を所持しているからです。この三日月という家宝がそうですな。なるほど。どんどんプラスされていくわけではないのですな。よいにござります。これだと知略が5、上昇しております。つまり三好殿は知略プラス4の家宝をすでに持っているということですな。知略プラス4を持っている状態で85なんですな。そうです。知略プラス4の家宝を差し引いた81、が三好殿の真の知略です。ふむふむ。そしてその81に知略プラス9を与えたステータスが90なんですな。よいにござります。ま、家宝を与えても、それぞれの武将の基本能力値からプラスされるのですな。ふむ、これ以上喋ったら頭がごちゃごちゃになるのでやめましょうぞ。よい。しかしこのような場合、何を授ければよいのですかな。そうですな。私なら家宝が被らないものを与えますな。例えば医術書。またハーシガル適性が上がる家宝を与えて適性を A にする。
といった感じでしょうか。なるほど、承知いたしましたよ。はよ与えんかいー。しまった、ハゴが。は？能力をズバ抜けさせるのが基本でしょうか。あ。は？諸葛亮曰く、部隊編成はそれぞれの分野で、能力がズバ抜けた武将の集まりです。はまんはす、はまんはす。は？なんと、古きとも、足名殿がお亡くなりに。へーのへのへののへのへへー。は？あごあご、あご、長い間お疲れ様でござった、足名殿。ひままへありがとうほらった、はしまほの。あんた、まずあご直しなさいよ。ほい、ハエがひげたぞ。は？大内家、韓国チャンスらしいぞ。は。は？きょえーい。大内家っていやーおめえ。あ、直った。宮内館の北にある地位が未曾有の大名やねえか。そうですな。そりゃああんた、北の脅威をなくすためにも韓国や。大久保殿が良いみたいですな。よっしゃ、大久保殿に決まりや。頼みましたよ、大久保殿。頼みましたぞ。はや。ま、近いからな。これはもしや。韓国成功のようですな。ひょえー。マリレか、マリでいいのか大久保殿。おうち。お前本当にそれでいいのか。は？大久保は私らの使者だろ。軽い気持ちの勧告だったのにまさか本当に成功するとは。これで府内艦に兵が輸送されれば九州は取ったも同然ですな。天下や。天下がとうとう見えてきたぞよ。よい。キーダ二条には誰がいるのでございましょう。18人おるようやが偽孔明の冠で見えねえんだよ。は？しかしこやつ、大量に輸送しておるな。信長軍団ですな。清洲城から岩国城に輸送ですな。ふむ。ま、
密使へ向かおうとする心意気はさすがや。ぴょい。こやつ、何を慌てておるのや。毛利殿も曰くに城へ行くようですな。ずむ。柴田殿がお亡くなりに。なんですってー。は？あんた真面目に驚いてる？今までありがとうござった、柴田殿。あ、お疲れ様でござった。お疲れ様でござった、みほろの。生きてます。輸送隊、府内艦に到着いたしましたな。よっしゃ、これで博多明太子は我が物や。何のために天下狙ってんだよ。博多明太子は絶品なのです。まあな、それは認めるがな。あんたの侵略の目的食いもん目当てばかりじゃねえか。あんたの口、よく見たら博多明太子みたいやな。は？あんた、軍団新しく作るのか？そうや。へえ、誰を軍団長にするのか楽しみですな。勧告した大内家のキーラミロを拠点にするつもりや。なるほど。それなら謙信軍団、信長軍団、両軍団の手助けとなりましょうな。そうや。軍団長はこの山中殿に任せようと思う。なるほど。適任でございましょう。うむ。
山中幸森殿、雨ごけ家臣で、三日月に対し、我に七難八苦を、と願ったと言われてます。ズム。M やな。は？七難八苦っていやーおめえ、叩かれっぱなしやねえか。まあ、そうですな。極 M やな。んは？極 M にモンという字を飾り付けして、極 M モンと名乗るがよかろう。アナマンダブナマンダブ。あんた、こんな素晴らしき人物に対して。冗談ですよ、霊夢さん。しかし面と向かっていったらどうなるかのう。諸葛亮曰く。中八苦。槍で突っ込んばっこん。ぐりぐりぐちょぐちょされるでしょう。なまんだぶなまんだぶ。島津攻略の手助けをしてもらいたい。ぎょい。頼みましたよ、雪森殿。武功、期待しておりますぞ。殿の領地は没収や。北殿は兵糧生産係として軍団を束ねてもらう。ま、そんな係はねえけどな。兵糧だけかっぱらえばよいではありませんか。うむ。こんなところに本陣をいて、もう攻める気なしやな。信長殿を見よ。最前線に本陣を置いて攻める気満々ではないか。ほんとですな。北からは信長殿、南からは山中殿に島津を攻めてもらう。ぎょい。名付けて。また名付けるのかよ。んは？あ、いやいや、どうぞ。明太子に本牛牛詰め爆大作戦です。なまんだぶなまんだぶ。頭ん中博多からし明太子でいっぱいなんだな、あんた。スパゲッティに、ご飯の上に乗せて、ひぃ。お茶漬けってのも捨てがたいな。ひょえー。
ギブアップや。これ以上言われたら腹減りすぎてお腹と脳みそがくっついてしまうぞよ。どんな人体構造だよ。二歩殿が旅立たれました。先ほどごほごほ言っておられた。そうです。お疲れ様でござった、二歩殿。今までありがとうござった。士官の方が来ましたぞ。うむ。少々お寂寂のステータスやごららんか。確かに少々寂しいですな。そうや。あんたはまだ若い、もっと頑張りなされい。頑張るのじゃ。これはこれはツラ殿ではありませんか。今日は何を持ってきてくださったのでございましょうな。これは素晴らしい。武勇が竜上がる武器、飲み取り。これは森友信が福島正則からのみ取ったと言われる武器ですな。あの有名な槍、日本豪、黒ラブしみ出てくるやつやな。ひょい。あんたちょっと歌ってみるのや。ふむ。酒はのめのめのむならば、日の本一のこの槍を、よ、のみ取るほどにのむならば、はい、これぞ誠の黒ラブし。おーおー、なかなかよかったぞよ、スライム。霊夢。この槍で内臓をインぐりもんぐりされたら間違いなく五輪銃や。ま、そこまでされたらどんな槍でも五輪銃だろうがな。宇治茂殿が旅立たれました。ややや、紛れか。ありがとうござった、宇治茂殿。お疲れ様でござった。何をなさるのですか？は？は？道をつなげるのだよ。ほう。そこをつなげるということは相良家を攻めるのですな？その通りや。北九州は信長殿と山中殿に任せる。なるほど、良きお考えかと。さて、出陣するが、相良家はどう動いてくるかな、楽しみや。
見事な軍団です。うむ。前進。なんか南の出城から出てきたような。それマギか。マギな話でか。ま、そう見えたがな。大友と島津が争ってますな。それはこちらに好都合ということや。よい。相良は少し強そうだから諸勢力の力も借りましょう。承知。めっためたに振るのですな。そうです。多勢に無勢状態にして一人の人間をみじん切りにするのですな。そうです。すっぱすっぱスパスパパン。ひー。あ、やっぱり出てきておるぞよ。スパパンスパパンスパパパパン。ひー。さらに応援ですな。みんなでスパパンスパスパパン。ひー。しかしもう時間ですよ。承知いたします。スパスパスパ、スパスパスパ離れ離れでおさびさび。ひー。